なかなか恥ずかしいぞ。どうも、ワンハム家族のお母さんと一平です。今日は奈良から陽子と颯太が来るのでサプライズです。お迎えに行ってきます。ワンハム家族。ちなみに俺は今ここやってるとこ。出てない。いや今入った。あと6分ぐらいでやってきます。あと何分かな？4分。イエーイ。来ました。岐阜1年ぶりの岐阜。イエーイ。大会です。イエーイ。大会です。めっちゃ疲れた。なんかいる。めっちゃなかなか恥ずかしいぞ。なかなか恥ずかしいぞ。うわー、なかなか恥ずかしいだろ。恥ずかしいけど嬉しい。なかなかのことやってくれますね。なかなかのことやってくれるね。それがまさかサプライズ。想像を超えてきた。お久しぶり。てかあ、有名なんだろうね。はい、岐阜という名前をつけたのは信長さんです。はい、ありがとうございます。じゃあ行きますか。はい。じゃあ行きましょう。ワンハム家族毎週金曜日配信中。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。びっくりした。これ見て。すごい。この森だ。ようこそ。どうした？まだありますよ。どうぞこちらにどうぞ。こちらにどうぞ。はい、そうたまに何て書いてある？楽しもうね。はい、楽しみましょう。あ、電気つける。あ、はい、これがあれね。ロープウェア。あ、命綱。ラム肉ね。はい。あ、はいはいはい。そうとされてるみんなは551です。551の部屋です。551の部屋。はい、問題です。はい。この203ね。203。ちょっと待って。203。ここの部屋の部屋番号はうちらの思い出に全部関係あるから。203。203。ヒントはこの絵やね。あ、キャン。ロゴス？そう、ロゴスランドでうちらが泊まったお部屋の番号。え、すごいよく覚えてたの。いや、覚えたんだ。あ、これ大丈夫？大丈夫？チンコ。これは812。これどうなの？じゃあこれ大仏。奈良行った日。8月12日。これはね、覚えてきた。奈良こっちだ。こっちに来た動画の初めて取り上げられた日の時でございます。8月12日。これは、あの、なんか適当に。ひぺいが作ったはい、どうぞ。これ子供部屋です。これ1年前、一筆賞して切ったのめっちゃそうそう、おもてなしがすごいやろ。すごいな。初めて来たぐらいの。1回さ、ここで見てたけど。おもてなしがほんますごい。そうでしょ。この1年の間に何があった。そう、じゃないと急に張り切り。え、枕にしてはい。でもそうたのことを知ったでかもしれん、もっと。ああ。そうか、そうたが来る的な。そう、前はさ、久しぶりのそうたと、そうたってどんな子だったっけ、ドキドキやったけど。今回は普段から遊んでるしね。何よ、一回そのドア閉めて、靴履いて。はい、はい、じゃあ、はい、いいですか。はい、ホテルみたいです。これ子供部屋です。それが子供部屋です。子供部屋にミックスバーです。まあ、とりあえず荷物がまだほら、荷物したまんまやから。最後までご視聴ありがとうございました。今回の動画が面白かったと思っていただけましたら、ぜひチャンネル登録やいいねボタンよろしくお願いします。コメントもお待ちしております。1年ぶり、そうたとようことの再会に大はしゃぎの子供たち。この日から3泊4日、みんなで岐阜を楽しみましたよ。その様子はまた次の動画で紹介していきます。それではまた。次の動画でお会いできることを楽しみにしています。バイバーイ。